まき散らす車やバイク。万博予定地夢洲が暴走車のサーキットに。現場はまるで無法地帯。あわや大惨事の事態。警察がパトロールを強化するもいたちごっこの状態。なぜ危険な暴走行為が横行しているのか。万博予定地夢洲の実態に迫る。3年後に迫った大阪・関西万博。会場となる夢洲には命輝く未来社会のデザインをテーマに世界各国の最新技術や文化が集まる。想定の来場者は半年間でおよそ2800万人。さらに2029年秋にはカジノやホテルなど統合型リゾートが開業予定だ。これから夢洲は、今万博 IR、 それから万博後もエンタメの拠点としてこれからもどんどん開発していきます。今はまだ何もないが、予定地では2025年に向け着々と工事が進行中。日中はコンテナターミナルのトラックに加え工事関係の車両がせわしなく行き交っている。しかし夜になると一転して辺りは静かになり、車の姿は見えなくなったと思いきや、午後11時です。かなり大きな音を鳴らしながらバイクが走っていきます。ずらっと並んだ車です。でその横には中央分離帯にまた女性が一人立っています。週末の深夜、大きな音を鳴らしながら走るバイクや改造された車が次々と集まる。すごい全然横を見ず渡りましたね。車道に車を止めてたむろしている人の姿も。この話検査から連絡します。連日警察が出動する事態。しかし注意を受けた若者たちに立ち去る素振りはない。さらに警察が見えなくなった瞬間みんな動き出した。あ、危ない、ドリフトしましたね。道路の真ん中で危険な運転を繰り返す車。巡回する警察の隙を見て暴走行為はエスカレートしていく。男性の合図ともにスタートを切って、何やらあれレースを始めたんでしょうか。スピードめっちゃ出てますね。危ない。バイクの前輪を地面から浮かせるウィリー走行や、車のタイヤを横滑りさせて方向転換するドリフト走行など、重大な事故につながりかねない危険な運転が横行。この行為は道路交通法で規定されている安全運転義務違反に問われる可能性がある。この状況に現場近くで仕事をする警備員も頭を抱えている。爆音とかちょっと迷惑はやめてほしいなっていう、すごい速度で走ってる方も見受けられましたね、はい。ここで工事してて真横をそのスピードで通られると。そうですね、たまたまこの後ろやったんですけどね、
そういう人もいました。ちょっと怖いですね。困ってある人多いんですかね、やっぱり。そうですね、事故も結構多いんで。危険な運転は今に始まったことではない。梅島に暴走車が集まるようになったのは5年以上前からだという。 ABC テレビが2年前取材した際に、ウィリをしたり大きく蛇行運転をするなど危険な運転を繰り返しています。これらのバイク、ヘッドライトもついてませんし、ナンバープレートも上に跳ね上げて外から見えないようにしているようです。あ、手を離していますね。静かに帰る。大丈夫。何で止められはったんですか。いや、知らん。2018年にはバイクと普通乗用車が衝突する事故があり、バイクを運転していた当時26歳の男性が死亡。大阪府警によると、去年までの3年間この夢島だけで251件の事故が起きたという。今回の取材でも手前に向かってきたバイク、後ろには子供の姿が。次の瞬間、危ない。子供乗せたバイクと車がぶつかりそうになりました。接触していたらあわや大惨事の事態。なぜ車やバイクがこの場所に集まるのだろうか。現場はおよそ1キロ続く直線道路。ロの字型になっている部分もあり、まるでサーキット。道幅も片側およそ10メートルと広く、信号もないためスピードを出しやすい構造になっている。さらに、大阪でここ知らんやつは潜り。ハッシュタグ夢島サーキット。若者たちが暴走行為の動画や写真を撮り SNS に投稿することで、危険な走行ができる場所として情報が拡散されている。よろしくお願いします。一方で、交通ルールとマナーを守って運転のテクニックを磨いている人もいる。奈良県山添村にあるサーキット場で開催されていたドリフト練習会。主催者の石川沙織さんは国内外のドリフト競技に参加するプロのドライバー。申し込めば誰でも参加でき、石川さんの指導が受けられる。この日も多くの初心者が参加していた。夢島など一般道路での危険な運転について、石川さんは、一般道とかでドリフトをしている場合、少しドライビングでミスをしてしまったらすぐガードレールだったりするわけですよ。もう結局ぶつけてしまうんで、怪我してしまったり怪我させたり。練習会に参加していた人たちは、他の車とか歩行者とか、やっぱり怪我させとか、下手したら死亡させとか、やっぱり危ないでしょ。だから僕、街中は絶対のんびり走るんですよ。ちゃんとルール守ってやってる人もおるんで、しっかりした場所でやってほしいなっていうのはありますね。夢島での暴走車について、大阪市も手をこまねいているわけではない。土曜日、日曜日はここ封鎖するようにもう頼まれてまして、暴走族とかこんなうろうろできへんように。夜間のみフェンスを設置し、 U ターンできる場所を減らすなどの工夫をしている。市はおととしドリフト走行対策として、交差点周辺にタイヤを滑りにくくする溝を作り、去年には道路への立ち入り禁止の看板も設置。しかし、それでも
あ、そうなんですか。そうなんですね。初めて知った。また別のグループは、これダメです。日本の車検は通らないです。人より目立ちたい、人より早くなりたいってなると、違法に手を染めないとできないところもある。だって違法改造楽しい。サーキットとか借りずに行動でやるっていうのは何か理由があったりするんですか。まずお金が車に取られてないとか、あとは面倒くさいから、そこまでいじってないし、そこまで行く腕もないので、恥ずかしい。恥ずかしい。ただ上手い人は行こうなんて、そんな中で迷惑にかかるし。この現状について道路を管理する大阪港湾局は、言い方が悪いかもわかんないですけど、もう貸し切りみたいな状況、明確に数が減ったっていうことはちょっと言いづらい状況かなということでは思っております。一向に改善の兆しが見えない中、今後は暴走運転が横行する直線道路への入り口を封鎖する方針だ。夜間ですね、警備員とかを配置することによって関係者以外侵入を禁止するような対策とかを、少し実施していけたら、できるだけ近々にやっていきたいということで思っておりまして、検問に近いような形の対応になっていくのかなと。行動封鎖という異例の対応を取らざるを得ない状況。危険運転を繰り返す人たちはどう思っているのか、ドライバーに直撃した。ウィリー走行をしていた男性は、さっき結局すごいこうウィリー走行みたいなされてたと思うんですけど、あれってこう危ないなとか怖いなとか思わないですか。危ない。皆さんここなんか集まられて何してるんですか。男性たちは言葉少なに走り去った。煙を上げながらドリフト走行をしていたこの男性は、ドリフトっぽいこう運転されてたかなと思うんですけど、警察とか市がやめてほしいって呼びかけてるのとかってご存知ですか。結構危険な行為だと思うんですけど、そういう認識ありますか。行政が計画している行動封鎖についてこんな意見も。封鎖しても根本の解決にはなりませんよね。正直なんかそういう集まれる場所作って、じゃあ皆さんこっちにいてくださいやったら分かるんですよ。何もせずに封鎖だけしたら、まだみんな別のとこ探して同じようなことして、結局原因の解決にはなれへんから。封鎖をしてもまた別の場所へ。行政もいつまでも警備員を配置し封鎖をし続けるわけにはいかない。このいたちごっこに終わりはあるのか。